こんにちは、生活冒険家の赤井成明です。僕は生活冒険家としてですね、欲しい暮らしは作ろうということをテーマに、いろんな暮らしにチャレンジするという活動を、行っています。で、その活動の一環としてですね、この動くお家、モバイルハウスというものを自作して、で、それに住むということを、3年半ほどやっています。これ実際にですね、このモバイルハウスに住んでみて、景色が変わる暮らしって楽しい、そして物が少なくても暮らせちゃう、そしてね、お金っていうのも、かなり節約できる暮らしなんだなということが分かってきました。このね、お家を自作したんですけども、ハウスの次はホームを作ろうということでですね、モバイルビレッジぼちぼちという動く村づくりを、今はプロジェクトとして、やっています。そちらのプロジェクトはですね、みんなで寝床を持ち寄って、で、動く村を作っちゃおうという、プロジェクト、コミュニティとなっていまして、現在120人以上の方が参加してくれています。実際にね、プロジェクトでは空き地を借りて、トイレ、サウナ、そしてみんなが集まれるリビングを、作って、で、あとはみんなで集まっていろんな現象が巻き起こるという、そんなコミュニティとなっています。まあ、僕自身、家って作れるんだ、家作れるなら何でも作れるぞというふうに思ったりしてですね、そういった、自分の自信というものにね、大きくつながったなというふうに感じています。まあ、これらのね、自信っていうのはさらなるチャレンジにつながって、人生の経験がどんどん豊かになっていくんじゃないかなというふうに考えていまして、自分の欲しい暮らしは作ろうということで、気になった方は、ご連絡いただければなと思います。ご連絡お待ちしてます。